どうも、正太です。すみません、今日あのー、すごい疲れてるんで、えー、ちょっと話してることがこうまとまんなかったりするかもしれない。だからちょっとあのー、ちょっとぐだっとなるかもしれないけど、それはちょっと勘弁してください。えー、今日の動画は、えー、今日僕が出てきた試合の結果報告と、4月にやる試合の宣伝です。はい。えー、で、今日僕、試合出てきました。えー、パンクラス、プロの、えー、格闘技の大会だったんですけれども、えー、結果から言うと、 1>, 1ラウンド2分30秒ぐらいでヒールホールドで僕は負けました。負けたんですけどでも、えー、結構今すがすがしい気持ちで結構やってやったぜっていう感じです。えー、っていうのもですね、えー、僕の試合、ファンクラスの、えー、第8試合、休憩が入る一、えー、つ前の試合で、えー、休憩前の試合でですね、結構そのすごい良いところなんですよ。 僕の前の試合に、そのランク、ファンクラスのランキング1位の選手とか試合したりして、その前の試合にも,も、プロでめちゃめちゃ強い、めっちゃ強い、あの、選手が、こう、試合してるんですよ。で、それで俺は、8試合目、それ休憩前っていう、ものすごいいいところ、いい試合順で、まあ、かなり、あの、本当に、目玉と言ってもいいぐらいのいいところで試合をさせてもらったんです。で、 えー、グラップリングのルールだったんですけど、正直ですね、僕はその前に試合した、僕の1個前に試合した人とか、2つ3つ前に試合した人、もう持ってるんだったらもうこの、出てる選手の中で、もう本当に、もう、下から数えた方がもう超早い。っていうかもう一番下かもしれない。っていう、ま、ぐらいの、ま、レベルなんですよ、僕は。言ってしまえばね。言ってしまえばそういうレベルなんですけども、あの、まあ、こう上の方に配れたと。 で、グラップリングだと。じゃあ、何を見せなきゃいけないか。で、相手の、このマスクド・ココイチっていう選手も、プロではないんです。プロじゃない。じゃあ、僕とマスクド・ココイチが試合で何を見せなきゃいけないか。プロの中に組み込まれて、しかも、プロの中のかなりいい試合順に組み込まれて何をしなきゃいけないかっていうと、これはね、プロレスなんです。今回、パンクラスが、えー、はじ、あ、初めてじゃない。最後のリングだったんです。 え、次回のパンクラスの大会から、金網になる。金網になるから、あのー、まあ、リングはこれが最後。っていうことで、俺は、リングが最後。で、柴田とマスクド、ココイチ、マスクマンの試合がアクトの方に組まれてる。何をしなきゃいけない。何をしなきゃいけない。それは、リングを使った攻防。プロレスなんですよ。そこでですね、僕はですね、え、これ第8試合、えー、出まして、アントニオ・柴田という名前出まして、 アントニオ猪木のものまねで、えー、ロープワーク、そしてロックアップ、えー、そしてクリーンブレイク、で、猪木あり状態からの挑発、そしてナックルパート、等ですね、プロレスのムーブを繰り出しまくりました。で、まあ、最終的には俺がヒールホールドで負けたんだけども、リングをもう思う存分使って、リングという空間を思う存分使って試合ができたんで、ま、あこれは、 これしかなかったんじゃないかなと、思ってます。まあね、もうしまっていい加減勝てよと。お前負けてばっかりじゃねえかっていう人がいるかもしんないけど、でも俺は、違うんだ俺はこういうやつなんだよ。格闘技は、もう10年やってきた。で、アマチュアでもわかんない。そこそこ強いところにいるかもしんないし、まあまだまだっていう人もいるかもしんないけどね。でも俺は、やっぱその、いい試合に出させてもらえん。いい試合、でかい試合に出させてもらえる。それは、俺の実力、格闘技の実力というよりは、 やっぱその、こう、格闘技の試合の中で見せるパフォーマンスが評価されてるものだから、やっぱパフォーマンスなんですよ。っていうことでですね、えー、今日の試合僕的には、まあ、負けはしましたが、えー、俺的にはやってやったと仕事してやったぜっていう感じです。はい。そんな感じでですね、えー、まあ今日の試合はそんな感じだったんですけども、えー、まあ、こう、たまにはね、 たまにはちゃんと皆さんに試合を見せなきゃいけないということで、4月12日に僕自主興業をすることにしました。で、もう決定です。時間が午前11時スタート。で、場所が横浜のピーズラボ横浜というジムの中でやります。で、入場料は大人も子供も1000円。当日券のみの発売です。ちなみにカードが決まってます。カードが出る選手を発表すると、 えー、ニコニコ生放送軍団、バーサスユーチューバー軍団の試合がありまして、えー、ニコニコ生放送軍団は、暗黒放送から横山緑が出場。えー、対するユーチューブ、えー、組は、えー、なんと、え、あの、大物、超大物ユーチューバー、ミスター H が出場します。えー、この他にはですね、え、u ファイルキャンプから、えー、ナスコータロ選手、 えー、そしてですね、インディー界のタイガーマスク、えー、ピンクタイガー、えー、そして勇者アウモン選手、えー、吉本工業、エッグ矢沢軍団から竹金、えー、柔道、えー、長野第2位のキ金くんが出場します、えー。そしてね、メインイベントが、えー、僕と僕柴田と現在全日本プロレスで活躍している佐藤光選手がシングルで戦うことになりました。はい。 ということでですね、試合、見に来てください。当日は FC2 で生放送をする予定がありますが、皆さん生で見た方がね、絶対面白いと思うんでね、格闘技っていうのは、ぜひ生で見に来てください。ということで、柴田の今日の試合の結果報告と、4月の宣伝、4月の試合の宣伝でした。はい。 そんな感じで、応援してくれた人は非常に申し訳ない。でも、俺的にはやってやったぜはいということで、えー、次回の試合もお楽しみに柴田でした。